被災地の SNS 日はアーティストが語る真実な思いと共感の力。先日、石川県で発生した地震と津波による被害が地域全体に深刻な影響を与えました。この記事ではアーティストたちがコミュニティの結束と希望を支えるために発信したメッセージに焦点を当て、被災地の真実な姿に迫ります。地震の瞬間、アーティストたちの心の支え。地震が発生した瞬間。 被災地では驚異的な震度7の大地震が襲い、多くの住民が恐怖と不安に見舞われました。しかし、アーティストである岸優太さんや平野翔さんは、その厳しい状況に対して温かなメッセージを発信しました。岸優太さんは、自身のツイッターを通じて被災者への思いやりと励ましの言葉を届け、多くのファンや被災者から感謝の言葉が寄せられました。 平野翔さんも自身のインスタグラムで被災地への思いを綴り、被災者への支援と早い復旧を祈りました。彼らの率直な思いに寄せられる多くのコメントには、ファンたちがアーティストたちの言葉から安心や勇気を得ていることが伝わってきます。被災地の状況に共感し、その一助となりたいというアーティストたちの強い思いが、コミュニティ全体に希望をもたらしています。被災地では、 アーティストたちの SNS を通じたメッセージが広く共有され、多くの人々に変となっています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちも、地震と津波による悲しみに暮れるだけでなく、明るいエネルギーと笑顔を届けています。アーティストたちの活動は、単なる娯楽だけでなく、社会的な影響力を持ち、コミュニティの一員としての役割を果たしています。被災地ではまだ復旧作業が本格的に進行中であり、支援が必要です。 しかし、アーティストたちのメッセージは新たな希望の光を灯し、地域全体が協力して困難に立ち向かっていく強さを示しています。被災地の方々には心からのお見舞いと、一日でも早い復興を願っています。地震と津波に見舞われた被災地のアーティストたちの言葉は、危機感と結束感を生み出しました。彼らのメッセージが未来への希望と結びつき、コミュニティ全体が困難を共に乗り越えていく未来が描かれています。 被災地の方々への支援が続く中で、アーティストたちの温かい言葉がさらなる勇気と希望をもたらすことでしょう。